7月17日、デヴィ夫人が笹川会長を表敬訪問、歓談されました。エイズ問題に強い関心を寄せ、またその治療撲滅に協力援助を惜しまない笹川会長を WHO エイズ特別プログラムの責任者マン博士が訪問されました。マン博士はザイールでエイズの調査に当たっていた専門家で、アフリカの状況を中心に世界のエイズ対策の状況を報告するために訪れたものです。赤城博士はエイズに関する教育の必要性を強調し、笹川会長と今後のエイズ対策の在り方について意見を交換し合いました。私はレーガン大統領ほどですね、有名ではありませんけれども、先生がですね、そのエイズに対してその関心を寄せられていることは、エリザベス・テイラーやレーガン大統領同様にですね、私はもう感謝するものでありますと。いや、それ以上でね、こちらに感謝する。Well, that's...前駐日ギニア大使バンガリダボ氏の訪問を受けられ、歓談されました。バンガリダボ前大使はこのほど退任し、本国へ帰ることになり、その挨拶と大使在任中の昭和58年ギニア大震災の際、日本船舶振興会の行った300万円の義援金に対するお礼を兼ねて笹川会長を訪れたものです。600万人そうです。Monsieur Sasakawa, bon, il a plusieurs activités, évidemment. Mais si... C'est très beau. Merci. C'est très unique. C'est la première fois que je vois, donc...